堀さん今なんとプラス260ポイント個人あ、はいはいはい。で、まあ、ユウさんがね非常に近い位置にいて、で、コジ鈴木も2位というところで、どうですか、堀さん。チーム内でも、ね、支部がなんとね、すぐ近くにいます、224ポイント、29確かか、に。229。あの内容であのポイント持ってるのやばいっすね、難波ちゃん。多分 ME が1ついてますよ。ついてる。M リーガー1ついてます。ついてる、あの内容で。ナンバちゃんは。ナンバちゃん。間違いなく。嘘でしょ。はい。見る人が見れば分かる。分かる。見る人が見れば。なるほど、なるほど。はい、あの一般的には皮脂ぶ強ってなってるけど、見る人が見れば恵まれてると。めちゃくちゃ恵まれ、もう僕もさっき、はい、あの恵まれてましたねって言いましたけど、はい、ナンバちゃん、僕が恵まれてましたねって言ってるんだったら、はい、僕の10倍は言わないとダメですね。あれであのポイント持ってるのは本当になるほど、はい、チームメイトにもまあまあ、まあ、だからこそですけどね、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。そして M リーガー1ついてます。 M リーガー1今季1ついてる、ダントツダントツダントツ、なるほど、はい、そしてマージャン協会のメンツが M リーグものすごい活躍してるに見えるんですが、堀さん的にはどのようにお考えですか。あ、今シーズン日本プロマージャン協会に所属している4選手ですね、松本さん、そして、中林さん、そして渋川さん、堀さんと活躍していると、はい、まあ、あの協会はね、やっぱりルールがまず一番 M リーグ と近いルールでやってるんで、そうです、赤入りか赤なしかだけですもんね、ほとんど、はい、まあ、ちょっと細かい違いがあると思うんですけど、他があるっていうマージャンにまず慣れてますね、はい、慣れてるっていうのがやっぱり多分一番大きくて、うんうん、それプラス選ばれてる4人が、うんうん、まあ単純に強いと思います、うんうんうん、はい、でも支部は内容は良くないと、難波ちゃんを除いた3人が強い言い換えてるじゃないですか、うん、かなっていう感じですね、はいはいはい、うん、なるほど、まあ支部もぼちぼち強い、ぼち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 強い、はい、ありがとうございます。